皆さんこんにちは、エルザです。今回はトラストとトラコラのどちらでも意識したい押し込みについての解説となります。トライストリンガーの無印とコラボ両方触っているとスペサブの違いがあって立ち回りが変わりそうな気がしますよね。そもそも邪魔のできる度合いの違いもありますし、そう思って当然なのかなと思います。ですがトラコラと無印を使い続けているとどちらとも共通した使い方っていうのがありましたので、それを紹介できればと思います。また本題に入る前にですが、このチャンネルはゲームの解説と実況を随時投稿しています。応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいです。それでは早速解説していきたいと思います。トラストとトラコラについてですが、基本は押し込みをした時に恩恵がでかい武器構成となっています。簡単に押し込めた時のメリットをメインサブスペそれぞれで紹介すると、メインは共通として中央から敵陣へ攻撃をする牽制やキルがしやすいっていうのがあります。で、トラストから見ていきたいと思いますが、サブに関しては敵陣ポジションへの索敵と圧力、スペシャルに関してはポジションの強制退場と前線味方への援護っていうのができます。でトラコラに関しても似たような感じで、サブに関しては敵陣壁設置による塗りの妨害で、スペシャルはポジションの強制退場と前線味方への援護となります。ちょっとスペシャルは似たような感じになってますね。でこの他にも詳細っていうものはいろいろあるんですが、大まかな性能はこんな感じになると思います。どちらも敵陣にいるときに効果を最大限発揮する性能となってるんですよね。ただこれが防衛になるとメインは固定ポジションからの攻撃となってきます。でトラスト視点で見るとサブは侵入口の索敵と邪魔で、スペに関しては索敵と侵入者の妨害となります。でトラコラの場合はサブは自陣の塗り確保という部分ですね。でスペに関しては通路妨害という感じでだいぶ差が出てきます。妨害は可能になるんですが、押し込んだ時よりも効果が薄いという状況なんですよね。同じ妨害でも効果に違いがあるというところとなります。この点を考えると押し込みをするという行動はトライストリンガーにとって重要な要素というのがわかるかなと思います。それでは押し込みをする場所についてですが、基本的にはマップ中央よりも前を意識するといいかなと思います。ただ中央より前となるとどこを抑えたり攻撃するべきなのか分かりづらいと思いますので、今回は図で説明していきたいと思います。まず中央を取った状態だとこの位置に立つことが多いのかなと思います。この時メインで攻撃できる場所はこの辺りですよね。直射も使うと攻撃の幅は広がると思います。ここからサブとスペシャルを使ってさらに前に押し込んでいきます。まずサブに関してはこの辺りに設置できますよね。メインよりも手前の位置になります。射程的にもこの辺りになりますね。続いてスペシャルですが、メインよりも前に置けるので気持ち奥めに設置できます。これをそれぞれマップに表示するとこれだけの押し込みが可能になるんですよね。今回はトラコラでの表示としていますが、メガホンの場合だとスペの部分は敵単体の制限をかけるというところになります。ですがこれが中央より前ではなく手前など意識がバラバラだと見る場所は影響範囲がまばらになってしまいます。一点集中なら弾幕も晴れて強力なんですよね。なんですが範囲が広いと圧力としては弱くなるっていうのが出てきます。このようなことが起きないように中央を確保した後は中央よりも前を抑え込むように意識をするということをすると抑え込みがうまくいくということになりますね。先ほどの説明でなんとなく押し込みのイメージが湧いたかなと思いますが、そもそも中央を取れないということもありますよね。押し込みは分かっているけどその前段階が難しいっていう人も多いのではと思います。そんな時には中央を取るために対角線を確保するっていう風にマップを奪うように考えていくといいかと思います。この対角線というのはマップの構造を生かした考え方となりますね。基本的にスプラのマップは中央境目にミラー状態で作られています。そのため相手の強ポジはこちらの強ポジになるというわけですね。強ポジの近くというのは相手が攻めづらい場所となっているため、マップを見た時に対角線の位置に大体あります。なのでこの位置を意識して準備を整えるようにすると動きやすくなります。逆にここを取られたりすると動きの制限がかかってしまいますので、取られた場合は優先的に取り返すということをしましょう。
ここを取り返してから中央の範囲を広げて押し込みの準備を整えていくっていうのを意識するといいです。ということで今回はトラストとトラコラの共通意識、押し込みについての解説は以上となります。無印とコラボといっても根本的な部分は一緒となりますので、サブスペを使って押し込みをしっかりするようにしていきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。まだまだスプラの動画やその他のゲームを随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。